どうもこんにちは、世界的 VIP ケンイです。今回はですね、Xperia XZ のお話なんですけども、前回の続きですね。私ですね、まあ、これもね2年ぐらい経つんですよ、導入して。で、撮影用スマホとしてまあ使ってました。そんな中ですね、やっぱりですね、同じことですね、熱暴走気になりました。 XZ になっても改善されてないかということで、まあ非常に残念な感じだったんですけども、画素数は基本的に変わんないですね。アウトカメラ2300万画素、インカメラ1320万画素のですね、まあ、綺麗に撮れます、しっかり撮れますし、やっぱりですね、歩きながら撮影するっていう方もいらっしゃるかなと思うんですよ。例えば外をなんか景色をね映したりとか、まあ人物映したりいろいろとねあると思うんですけども、そういった時にはインテリジェントアクティブテーブル補正というのがあるんで、それ使っていただければものすごいヌルヌルに撮れますんで、実際僕もやりましたけど、それはねめちゃくちゃ良かった。あ、これいいなと思ったんですが、やっぱりですね10分ぐらいが限界かなっていう感じかな。夏場だともっと短いですけど、冬でもね10分撮影1回が限界ですね。しばらく休憩させて、またじゃあ10分撮るかだったらいけるかなと思うんですけど、連続して撮っちゃうともうアウトですね。確実に2つ目の動画で止まっちゃいます。そこがやっぱ難点ですよね。スムーズに僕はやりたいじゃないですか。なんか1回休憩して撮影して、休憩して撮影してって正直めんどくさくて嫌ですよね。ネタがあったら基本的に僕はメモをしてるんですね。じゃあ今日はちょっと3本ぐらいまとめて喋ろうかなって言った時に、2本目で途中で止まっちゃうってなると、もうテンションガタ落ちですよ。熱量を込めて話してるのに、なんかちょっと、熱が冷めてきたみたいな感じになっちゃうんで、そこだけがね、この XZ の残念なところかなという感じに思ってます。まあ、バッテリー自体は大きくなってるんで、X パフォーマンスよりかは、ちょっとね、多めに撮影できるっていうのはいいんですけど、熱暴走ですよね。そこだけなんとかしていただければね、もっといい撮影端末になれたのかなっていうふうに思っています。まあ、この後継機であります、XZ1 っていうのがあるんですね。それもちょっとね、購入してみようかなという感じに思ってて、わかんないです。熱暴走するかもしれないんですけど、まあ、Xperia 好きなんでね、いろいろね、シリーズいっぱいありますけど、集めていこうかなという感じに思います。なので Xperia XZ で長時間撮影を考えてるっていう方はちょっとね、厳しいんじゃないかな、他の選択肢がいいのかなという感じに思いました。お疲れ様でした。